ちょっと、怖め？うん、キモ可愛いというか、キモ怖いですね。キモコア系ですね、これ。連れて帰りましょう。はい、どうもみさん、こんにちは、太陽です。今日もですね、アークサバイバルエボルブドアベレーション、こちらの方やっていきたいなと思います。で、今回はですね、まあ、前回拠点の方のご紹介したので、今回はテイム会といったところで、今ね、まあ、ゲットしたこれがラベジャーに乗ってるわけなんですけども、まあ、こちらはこの世界でいう狼みたいな、まあ、ハイエナみたいな感じなんですけども、で、今回はですね、まあ、同じくこのアベレーションのみに、いる、なんかね、見た目は裸デバネズミみたいな、まあ、やつ、まあ、ロールラットっていうね、まあ、そちらのネズミですね。まあ、そちらの方をテイムしに行こうかなと思ってます。で、そちらの方に、使う、まあ、テイムに使うのはこの蜂蜜といったところで、まあ、こちらをね、まあ、使ってテイムするらしいんですけども、なんかね、潜った後の穴に、この蜂蜜を入れるとテイムできるみたいなんですよ。ちょっと。で、先ほど、ちょ、ロールラットね、まあ、近くにいたので、まあ、その子をね、まあ、テイムしてみようかなとは思ってるんですけども、とりあえず近くに肉食がいたら、まあ、そいつはね、まあ、やっつけてからテイムをし始めようかなと思います。で、今ちょうど地震が来てるんですけど、まあ、このマップね、地震が定期的に起きるので、まあ、画面酔いとかね、される方は気をつけてくださいね。あ、いましたね。この子ですね。で、この子が穴に潜った時を狙うと。んで、この子はちょっと無抵抗にしておきましょう。無抵抗で追従。で、潜ったところにこの蜂蜜を投げ入れるみたいなんですけど、暗っ。この子いつ潜るんだろうな。見た目はね、まあ好み分かれると思うんですけども、まあブサ可愛いっていうジャンルですかね、やはり。うん、この時ですね。ん？いや無理じゃん。どうやってやるんだろう。普通に投げるとかっていうのが出るわけでもないんですね。難しいな。で、普通にスロットに入れたところでやればいいのかな。なんか、ブサ可愛いとか、ちょっと気持ち、キモ怖いですね。ちょっとキモ怖いっていう感じですか？なんか恐ろし、なんか、お、来たぞ。これで、ここで、よし、来た。え、なんでそんな歩っちゃうの？なになに？どうしたの？どうしたの？どうした？え、放浪になってる？なんだこれ、パブリックシート有効って。さっぱりよくわからない。放浪モードがオンになってる？ん？あれ？ちょっと待って。わかんなくなってきた。これだと、放浪モードが、オンでオフだよね。
だからフォローモードはオンになってないよね。よし、ロールラット。ああ、HP は結構高めですね。スタミナがないのか。スタミナちょっと上げときましょうか。怖め？うん、キモ可愛いというか、キモ怖いですね。キモ怖系ですね、これ。連れて帰りましょう。一旦ね。この子は、だからサドルがね、結構要求する素材が結構多めなので、早いのか遅いのか。早いのか？ちょっと可愛いかなと思ってたんですけども、間近で見ると、ちょっと気も怖いですね。もう可愛いの要素がないと。気も怖系かな。まあ、実際実在するハダカネマネズミがモデルだと思うんですけど、おそらくは。まあ、ハダカネマネズミも、まあ、皮膚がね、ピンク色に、まあ、前歯と。まあ、本当にこんな感じが、のね、動物なんですけども、まあ、もちろんね、実在する方はもっとちっちゃいんですけど、まあ、こんなね、サイズのやつはいないんですけども。でかいな、予想以上に。よっ。乗れるかな？来てる来てる。ちょっと待って、拠点に入る前に一旦見とこうか。表示切って。なんか怖め、なんかピンク色ですね。いやー、でも確かにネズミですね。ヒゲが生えてる。そして前はもうなんか頭食われてるみたい。これ頭食われてる。で、皮膚はですね、なんか石みたい。なんか石みたいな皮膚。で、尻尾はやっぱネズミですね。悪い子ではないと思うけど、ちょっとキモ怖系ですね。ちょっとうちの仲間にはまだいないジャンルかな。まあ、バルブドッグもね、まあ、ブサ可愛いというメンツだと思う、まあ、ジャンルだと思うんですけど、こいつはキモ怖いですね。で、この子のサドルをつけると、なんかね、アルマジロみたいに、くるくるね、まあ、前転できるみたいなんですけども、確かね、鉄がね、400個以上。まあ、食ったよね。鉄が400個ぐらい欲しいので、まあ、結構ね、まあ、鉄が集まり次第ちょっと作ってみたいなと思うんですが、まあ、当面はね、ちょっとね、ちょっと家の中に、こう大事に、しまっておきたいなと思います。で、この子は何なんでしょうね。何でしょうねって。なんか今度毎晩見る限りはなんか木材とか、藁とかを集めてくれんのかな。にしてもなんかちょっと、って感じですね。どうでしょうか、皆さんは。この動物。まあ、この動物というか、恐竜ではないか。動物ですね。どうでしょうか、この印象は。なかなかです、この子は。いや、本当にでかいな。ほう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 。
人間がいてこのデカさですかね。やば。よし。では一応この子も中に入れてあげましょう。よっと。入れるかな？どこに入れようかな。え？まさか入れない？嘘でしょ？君入れないの、ここ。ちょっと待って、待って、待って。待って、待って、待って、待って。君、ベヒモスゲート用なのか、もしかして。そんなことある？あれ？どこ行った？ちょっと一旦これ戻して。本当入れないの、もしかして。入れると思ってたんだけど、しかも旋回性能が悪い。おいで。そう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 。マジか。この子ベヒモス系だわ。いや、まあ確かに大きいけどさ。だってステゴ入れてるんだよ。入れないの、君。マジか。これは予想外。まあ確かに今回初めてテイムしたから、まあ十分ね、この子の大きさだったら通れると思ってたんですけども、マジで言ってる？じゃあ君は外だ。うん、この辺だったら、よっと。マジか。この辺であれば、ちょ、スタミナ上げといて、うん、餌箱も届いてるね。これはちょっと予想外でしたね。ちょっと一応念のためベリーも入れとこっか。てか、この子ベリー食べるよね。おそらく。肉とかじゃないよね。いや、もしかしたら肉なのか。ネズミって肉？まあ、一応肉も入れとくか。蜂蜜はもったいないからまたしまっておきましょうか。まあ、しまってても持たないかもしれないですけどね。あと4分。これ中に入れられんのかな？ 4 分だと ?41 分。あ、これダメだな。40分ぐらいでなくなっちゃうんですね。一応しまっときますか。しかもスタックできないから難しいんですね。じゃあすり鉢の中に入れときましょう。ちょっと
あと、ちなみにですね、この世界では、このね、アサービックマッシュルーム。こちらが強い麻酔薬としての効果があるっていうやつなんですけど、このキノコがですね、ナルコベリーの代用ができますので、まあ、これでね、ナルコティックができます。まあ、ナルコベリー使ってるのはナルコティックなのかっていうのはちょっとまだ、まあ、ちょっと疑問なところであるんですけども、まあ、一応ね、まあ、キノコでも、まあ、ナルコティックが作れますよと、まあ、言ったところですので、まあ、キノコ何に使うんだってわからない方はね、まあ、使ってみてはいいんじゃないでしょうか。よし。そうか、家に入れなかったか。いや、ベヒモスを作るか迷ったんですけども、まあ、ベヒモス、作るか。ベヒモスって4マスぐらいで作れ。この隣に作れるかな？いや、もっとでかいのかな、ベヒモス。ちょっと確認しますか。まあ、最悪、いやー、これずらせるかな。いや、ここずらせるか？ 4 マスで足りるのであれば、ここにね、ベヒモスを置きたいんですけど、それ以上に大きい場合は、ちょっと、横とかにするしかないかな。よっと。この辺でいいかな？よ、よ、よ。よっ。難しい。はい。まあ、てなわけでですね、今回は、このアビデーションに実装された、ロールラットをね、まあ、捕獲してみたんですけども、まあ、この子は、まあ、蜂蜜を巣穴に投げ入れると、まあ、テームすることができます。で、この子の使い道はちょっとね、まだサドルができてないので、まだよくわからないんですけども、おそらくは、まあ、木材とか、まあ採取できるようになるのかなと思います。まあ若干見た目の好き嫌いは分かれると思うんですけども、可愛くは多分ないかな。って思いますので、まあ個人的に可愛さだけで言ったらやっぱりバルブドッグの方が可愛いかなと思います。まあね、まあもし拠点の近くとかにいましたらね、捕獲してみてはいかがでしょうか。まあ、ただし、そのサドルのアンロックが、65とか、ぐらいだったと思いますので、まあ、サドルはね、まあ、できるまで時間かかっちゃうかもしれないんですけども、まあ、それでもね、まあ、将来的に乗りたいといった方は、テイムしてみてもいいと思います。はい。まあ、てなわけでですね、今回この辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。